こんにちは、タケです、この動画は自分らしくかっこよく生きるです、見た目だけではなく、人間性や知識を生かし、自分らしくかっこよく生きるぞと思い実践しています。今回のテーマは、新しいことを始めてみるです。だんだんね、年齢いってくるたびに趣味って減ってくるんですよ。昔でしたら、スキューバダイビング、ボーリング、ビリヤード、あといろいろしとったことあるんですけど、あとバーベキューとか海も行かなくなりましたね。やっとったんですけど、だんだんね、やっぱ年齢いくと趣味が減ってくるってね、昔の人に聞いたことある、おっちゃんとかに聞いたことあるんで、ほんまやなと思うんですけど、でもある程度新しい趣味って見つかると思うんで、それを見つけることによって結構、このテーマである自分らしくかっこよく生きるっていうのにつながるんじゃないかなと思うんですけど、で、一応新しい趣味始めたんですよ。まあ、それは、パンクールっていう、やつで、まあめっちゃ分かりにくいんですけど、まあ YouTube とかで検索してもらったらいいんですけど、要は移動するためのやり方なんですよ。要は、壁を乗り越えたりとか、ジャンプしたりとか、飛び跳ねたりとかするっていうやつなんですけどね。でそれを派手にしたのがフリーランニングっていうらしいんですけど、僕まあ僕仕事のパンクールなんですけど、でまあそれまあ YouTube 見てすごい興味を持って、で今やり始めてるんですね。まあ一応そのやるためには、要はなんか側転とかブリッジとか、まあ最低でも前転はしたいと思ってるんで、まあバク宙もできればいいかなと思ってるんですけどまあまあできるかどうかわからんですけど、まあ、結構新しい発見あるんですよね。やっぱり意外と普段使わない動きをすると意外に体が使えてないとかあるんですよ。例えばブリッジとかできないとかね、魚注文も昔に比べてできなくなってるん で結構そういう新しい発見があるんで、すごいちょっと楽しいって楽しいんですね。でそういうこと、要は新しいことを始めてみることによって新しい発見とかあれば、この要はこのテーマである、自分らしくかっこよく生きるっていうのにつながっていくんちゃうかなと思ってるんですね。以上です。今日のテーマは新しいことを始めてみるでした。タケでした。自分らしくかっこよく生きるでした。